まさかあんな水没してるとは。あれこっちから行けるっぽい。いて。あ、行けないっぽい。あ、あっちまで行け、行けます。この木見てくださいよ。もう完全に倒れてます。これがちゃんと立ってた時、夏とか樹液が出てクワガタ集まってきてたらしいですよ。これあれですか、風雨？これはあの水が増えて、あ、土台が脆くて、あ、もう倒れちゃった感じですね。耐えられなくて。なんてこっちは、ひどいなこれ。ほらあれ、木割れてる、折れてるじゃないですか。あれ暴風でやられたみたいです。うわあ。巨大なウロがありますよこれ。ここあれですか、ノコギリが結構いる場所ですか。そうですね、結構数はいますね。スズメバチもブンブンしてますよ怖え。これ折れた枝がすごい積み上がっちゃってるけど、この中にも多分ね、幼虫とか新生虫いるんじゃないかな。わかるかな。泥かぶっちゃってますよこの木とか、うん、こんな状況でもクワガタたちはね生きてられるのか、うん、ちょっと心配になりますよね。これから調査してみます。あ、死んでる。これちょっとこっそり戻して、ああなんてこったあ、幼虫出てきましたよ、コクワのオス。あ、新生虫ですか。新生虫のコクワのメス。生きてます。生きてます、生きてます。おこれヤスデみたいなのいるな。ムカデじゃない。いやちっこいですよこれ。でかいのだったらいいんだけどね。あ、動いてますよね。これ幼虫かな。今回はね、ノコギリクワガタがたくさん取れるという河川敷の柳のポイントに行ってきました。幼虫はね、ハゼ太郎さんと合わせて10匹くらい見つけたのかな、うん、で発見した幼虫の頭部を見た感じなんですけど、大顎がね直線的だったんですよね。
コクワガタとかオオクワガタとかあのドルクス属のクワガタの幼虫って大概ね大顎がまっすぐなんですよね。でノコギリクワガタの幼虫っていうのがね大顎がちょっとだけ湾曲してるんですよね。けどね僕がね見つけた幼虫は湾曲してませんでした。まあ、今回採集した幼虫はねハゼ太郎さんがね持ち帰って同定してくれるので報告を待ちます。あれかなやっぱり埋まってる朽木とかさその周りとかあと根っこの部分にいるんでしょうかねノコギリクワガタの幼虫って。今回はさ河川敷に転がってる朽木の切れ端しか調べなかったからあれなんですけど、というかあれっすよね、いくら朽木って言ってもさ昆虫たちにとってはね住処になったり餌になるんですよね。あちょっと話飛ぶんですけど僕が去年一昨年に行ってたあの恐怖のポイントってあったじゃないですか。あのポイントの近くのね雑木林に立ち入り禁止の場所があるんですよ。そこがね開発っていうのかな徐々に更地になってで最近通りかかったらね仮設事務所が設置されててであとね車が何台も止められる駐車場もできてたんですよね。前回さ野外でカブトムシとかクワガタの幼虫を初めて発見してこんな狭い範囲でもこんなにいっぱいいるんだって思って、であのポイントの近くのさあの雑木林の、あの開発によって一体どれだけの生き物がね住処をなくしたんだろうって思ったんですよ。まあ在割採集についてはねたとえコクワガタとかノコギリクワガタのような絶滅が危惧されていない種類が目的でも多少なりともね自らの手で昆虫の住処を壊すってのは、ちょっと気が引けるんで、これでもういいかな、貴重な経験をさせてもらいました。それでですよちょっとね気になってることがあるんですけど、今回さ行った柳のポイント河川敷の柳のポイントあそこさずっと水没してたじゃないですか。もしさ朽木の中だけじゃなくて土の中にたくさん幼虫たちがいたとしたら冠水した状態がしばらく続いても生きていけるんでしょうかね。クワガタだけじゃないですよカブトムシとかもですよ。朽木の中だったらさ水はある程度防げると思うんですよね。てかね浮いたりもできるでしょ木は。でも土の中ってどうなんでしょうね、水が届かないぐらい下に潜ってで難を逃れたりするのでしょうか。今年はさあのポイントでノコギリクワガタとかカブトムシを見れるんでしょうかね。次あそこに行くのはね成虫探しですね。カブトムシが発生する前だから5月ぐらいかな、その頃にまた行きます。で次回はねオオクワガタが生息している地域に行きます。自宅から相当遠い場所なんですけど何百キロぐらい離れてんのかな、200-300キロぐらい離れてるのかもしれない。まあね去年のように漠然とその地域に行くんじゃなくて今回はねもう行くポイントが決まってます。そのポイントはねオオクワガタとか、ヒメオオクワガタあとアカアシクワガタかな、これまでね発見したことがない種類が生息している地域です。何時間くらいかかるかな、下道だと10時間くらいかかるかもしれないです。まあそこにねただ下調べに行くだけなんですけどね、しかも一人で、あれですよ越冬してる成虫を狙いに行くとかそういう採集とかはしないです。ただの下見ですね。どんな樹木が生えてるのかとか距離はどれくらいでね時間はどれくらいかかるのかとか、ただの下調べですね。いや天然のオオクワガタなんてね夢のまた夢ですよ。オオクワガタはさこれまでねブリード個体は飼育あと繁殖させたことがあるんですけど、ワイルドのオオクワガタはね見たことすらないですよ。あでもねオオクワガタみたいな希少なクワガタ、あの乱獲とかさ開発によって減少している絶滅危惧種そういうねクワガタを採集するにあたってはそれなりにね配慮します。というか見つけるのがね相当難しいんで杞憂かもしれないです。でこれまで見つけたことがある種類カブトムシ、ノコギリクワガタ、コクワガタ、あとミヤマクワガタについてはこれまで通りね大型個体また極小個体などを目標にします。原則的にね
目標以外は採集しないです。あの変わった個体、例えばあのめちゃくちゃ赤いカブトムシとか、まあ、ないとは思うんですけど、あの雌雄看護体とかそういった個体はね、例外的に採集する場合があるかもしれないです。要するにね、捕まえた個体を大した目的もなく乱れに持ち帰らないってことですよ。昆虫採集を始めて3年目、自分なりにね節度を守って採集をしたいです。今年もね、成虫の採集活動は5月から開始する予定で、それまではね引き続きポイントの下見調査を中心に活動します。あと環境省のレッドデータでも頭に叩き込んでおきましょうかね。まあ、そんな感じです。今回の動画はこれで終わりです。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。さようなら。